こんにちは、長塚漢方堂です。食欲不振が良くならなくて困っている方がいらっしゃいます。そこで今回は食欲不振についてお話しいたします。このお話を聞くことで食欲不振が改善するための小さなヒントを得られるはずです。まずはお腹の働きについての説明から始めていきます。食べたものは口で噛み砕かれ、飲み込み、食道を通って胃の中に入り、さらに細かく分解されて腸に送られます。そしてお腹の働きによって体に必要な材料が吸収され、体で使うことのできる栄養へと作り変えられて全身へ配られます。この食べ物を受け入れ分解し下向きに運ぶ働きを東洋医学では息と言い、必要な材料を吸収して栄養に作り変え、上向きに運び上げて体全体に配る働きを引きと言います。これら2つの働きがお互いに協調して働くことで、食べたものは下向きに、栄養は上向きに運ばれて全身を巡るので、体は正常に機能できます。ところが冷たいものや生もの、脂っこいもの、甘いものなどを食べ過ぎていたり、考えすぎや思い悩んでいたり、イライラやストレスを感じているなど、感情の抑うつ状態が長く続いていたりすると、引きも息も働きが低下してしまい、食べたものがお腹の中に停滞して張りを感じるようになります。そこでここからはお腹の弱り、ストレス、冷えているの3つの原因がどのように作用して食欲不振になっているのかお伝えいたします。まずはお腹の弱りからです。食欲が湧くには空腹の文字通りお腹の中を空っぽにする必要がありますが、先ほども言いましたが東洋医学ではお腹の働きは息や引きが担っていると考えています。しかし脂っこいものを食べ過ぎているとお腹の中で余分な熱が生じてきて、その熱が胃の潤いを消耗させてしまい、息の働きが低下して食べ物の分解や下向きに運ぶことができなくなります。また甘いものを食べ過ぎていると粘っこいドロドロした動きの悪い状態になりやすくなるので、運ぶ働きに負担がかかり栄養を上向きに運搬できなくなります。そのためこれらのものを食べ過ぎているとお腹の働きは弱り、息の下向き、引きの上向きの動きに影響が出てお腹が張ります。そして体の方では気や血液など体に必要な栄養が作られないために体は痩せ、少ないエネルギーで何とかしようとするために体は活動のレベルを下げてくるため疲れやすく冷えやすくなります。これはある意味燃費の良い状態になるのですが、体からエネルギー摂取の要求も少なくなるため空腹感を感じなくなります。続いてはストレスです。食欲はあっても食べるとすぐに満腹になり、ゲップやガスが多いなどはストレスによって腸管の蠕動運動がギクシャクすることで起こっています。腸管の蠕動運動は平滑筋の緊張と緩みの連携によって行われていますが、東洋医学ではその平滑筋の働きを気が調整していると考えています。しかしストレスを感じる状態が長く続いていると気の巡りが悪化して滞るようになります。そうなると気によって動きが調整されていた腸管の連携が崩れ停滞するようになるため空腹感を感じなくなります。また吸収する引きの働きに問題がなくても、その栄養を受け取って全身へと運んでいく換気が伸びやかに巡っていないと入り口付近で充満するようになります。そのためたとえ空腹感を感じていたとしても食べるとすぐにお腹が張って満腹感を感じるようになります。これは交感神経の働きが過剰になった状態と同じです。交感神経が活動過剰になっている時の体の状態は戦っている時と同じです。食事をゆっくり食べましょうという場合ではありませんので、唾液や胃液の分泌が減り腸管の蠕動運動が鈍くなり膀胱や直腸の括約筋が閉じてしまうなど、食べ物の処理に関する働きは軒並み低下します。唾液や胃液が減れば食べ物の消化が進みませんし、腸管の蠕動運動が鈍くなれば食べたものはうまく運ばれなくなり、膀胱や直腸など排泄に関わる部位が閉じていれば
出口に向かって食べ物のカスを運べなくなるので、消化機能全体として働きはストップし、空腹感を感じなくなります。しかもストレスを感じている状態では体の役に立たない熱が生じることがありますので、喉が渇き冷たいものが欲しくなることがあります。そこへ喉越しの気持ちよい冷たい飲食物が入ってきてしまうと、今度はストレスだけでなく冷やす性質による動きの悪さも加わるようになるので、ますますお腹の働きは低下して食欲不振の状態が悪化します。そして冷えです。東洋医学では体の深部の熱を腎陽といって、体の機能は腎陽を活動の原動力にしていると考えています。例えば脾が正常に働くためには腸内細菌の働きは重要ですが、その腸内細菌が元気に働くためには常に36度から37度くらいの腸内温度に保たれている必要があると言われています。そのための深部の熱を確保できないと腸内細菌は元気をなくし、お腹の消化吸収の働きはうまくいかなくなります。また体の中に入ってきた水分は腎陽で温められて軽くなり巡っているので、腎陽が冷えるとお腹に余分な水分が停滞してしまい満腹な状態になります。さらに冷えによって腸管の蠕動運動が停滞すると、その状態はますます悪化します。例えば緑茶やジュース類、生野菜のサラダやスムージーなど体を冷やす性質のあるものを食べ続けていると、これらの食べ物は腸管を直接冷やしてしまうために蠕動運動が停滞しやすくなります。これは冷たい水の中に手を突っ込んだ状態と同じで、手がかじかんでしまうと掴むことができなくなってしまうような状態です。では温度の温かくした緑茶などなら大丈夫なのかと思われるかと思いますが、確かに冷たい緑茶よりは直接冷やされないので多少は良いのですが、性質的にはやはり冷やしますので、体の状態を無視して続けて飲んでいるとだんだんとお腹は冷やされていきます。これは温度の問題だけでなく食べ物の持つ性質も関係していますので、緑茶を沸騰させて口がやけどするほどの温度で摂取しても体は冷えます。ではここからは改善するための方法を3つご紹介いたします。まずはお腹の弱りから。空腹感に合わせてよく噛んで腹8分目にしてバランスよく食べましょう。それと引きを応援するために軽めの運動を無理のない範囲で行うこともおすすめです。また整体の考えでは胸椎の4から8番がずれているとお腹の機能が低下すると考えていますので、ストレッチで体を伸ばしたり仰向けになってテニスボールを背中に入れて緩めてみてください。それと自分でお腹にマッサージをするのも効果的で、押してみて気持ちが良いと感じる部位をゆっくりと心地よい範囲で緩めるようにしていると周辺の緊張が取れて腸管の動きが良くなってきますので、お試しください。続いてストレスですが、まずは歯を噛み締めていないか確認してみてください。意外に無意識のうちに噛み締めている方は多く、それによって体は緊張し、場合によっては喉のあたりも締めてしまっている方も見られます。歯を噛み締めてしまうと全身の気血の巡りは悪くなりますし、余計なところには力が入ってしまうので余分な熱を生じさせることにもつながります。意識する方法は簡単で、通常の時に上の歯と下の歯が合わさってないか、顎の上に梅干しができてしまってないかを確認して、それに気がついたらさっと緩めるようにしてみてください。また適度な運動とともに吐く息を長めにした呼吸法も副交感神経の働きを優位にしてくれますのでおすすめします。そして体の冷えです。解決法としては体の熱源を応援するために階段や坂道で散歩するなど軽く汗ばむ程度の運動をおすすめします。また冷たい食べ物や飲み物を控えるのも大切ですが、体が必要とする以上の水分の取りすぎも体を冷やしますので、喉の渇きに応じて飲むようにしましょう。先ほども言いましたが、緑茶やコーヒーなどは性質として体を冷やしますので、たとえ口や食道がやけどになるほどの温度で飲んだとしても、結果的には体を冷やしていきます。というのも緑茶は生薬としても扱われていて、
熱が体にこもって起こる頭痛、めまい、目の充血、下痢、尿の出が悪いような場合に熱を冷ますことによってそれらの症状を解消する効果が期待されています。ですがその場合であっても温めて飲むことが推奨されていて、冷たい状態で続けてたくさん飲んでいるといずれ余分な水分がお腹に溜まり始め、不眠、吐き気、めまい、腰や足の痛み、膀胱の痛みなどになると言われています。もちろんお腹の中が冷えて余分な水分が溜まり始めてしまえば食欲不振になります。ですので体調を見て適度な量に留めておきましょう。その他胸椎の10番から腰椎の2番がずれていることがありますので、テニスボールやストレッチで緩めることや、こんにゃくシップで肝臓、腎臓、下腹部を温めるのも効果があります。ではまとめです。今回は食欲不振についてお話ししました。食欲不振の原因はお腹の弱り、ストレス、冷えなどです。解決策として食生活、運動、呼吸法などをご紹介しました。ご紹介したものの中でご自分に当てはまるものがありましたら、無理せずご自分の生活に取り入れてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。